金明橋は石川県白山市の一級河川鉄取川に架かる道路橋である。自転車道である石川県道302号鉄取川自転車道線の一部として鉄取川に仮設された橋梁である。架橋された場所は以前北陸鉄道金明線の鉄取川橋梁が架けられていた。金明線廃線に伴い鉄取川橋梁が撤去され新たに仮設された橋である。 本橋梁の仮設にあたり、同県金沢市の西側に係かる、三影大橋の架け替えが、同時期であったため、旧三影大橋のトラス下の鉱材166部材の、うち、94部材を本橋梁に再利用している。廃棄予定であった鉱材の再利用により、鉱材の輸送、切断、加熱再生などの工程が不要となり、工期短縮及び CO2 排出量削減に寄与している。 この取り組みが評価され、2005年6月に、全日本建設技術協会の平成16年度全県小道路部門を受賞している。また、2006年2月に、石川県の平成17年度第12回、石川景観賞を受賞している。本橋梁のトラス下駄には、幾何学模様のリベット打ち、汽車や自転車をモチーフとした装飾が施されている。ありがとうございます。